黒猫ゲームズ見てね。はい、魅力層にはね、なんと言ってもこの色だと思う。すごい綺麗。はい、可愛いですよね。どうもです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日は四つ星ひなかぶとのね、魅力を伝えられる動画を作りたいと前から思っていたので、それを作っていきたいと思います。まずはね、掘り出します。これはね、男の子だと思いますね。はい、ちょっと掘り出してみましょう。この子はね、きっと男の子ですね。はい、まずは掘り出しね。お、繋がった。幼室繋がりました。出てくると思いますよ。よし、出てきた。いやー、痛い痛い。新生虫なんですっごいね、痛いんですけど、我慢して撮ってます。うん、魅力まずその1はね、なんといってもこの小ささ。すっごく小さくないですか。これ大体ですね、大きさ4センチぐらいだと思うんですよ。ちょっと測ってみますか。ちょっと大変なんですけど、測っていきます。ん、40、ちょっとしゃがんじゃうんですけど、おこんなもんだね。はい、この子については40ミリの個体ね。もうちょっと伸びたら大きくなるかもしれないんですけど、40ミリですね。つまり4センチ。むちゃくちゃちっちゃくないですか。はい、魅力層にはね、なんと言ってもこの色だと思う。すごい綺麗。はい、可愛いですよね、この色ね。で、まあ、羽に星が4つ、まあ、点が4つあって、だから4つ星って言うと思うんですけど、どうですか。むちゃくちゃ色綺麗で可愛くないですか。これがね、やっぱ人気の秘密だと思う。ちっちゃくて、痛い痛い痛い。そこはダメ。そこはダメだよ。ちっちゃくてとても色が綺麗。可愛いです。はい。よいしょ。はい、ごめんよ。うん。よし。はい、そしてね、この子が女の子の方ですね。うん。ちょっとピントボケてる。はい、女の子、こんな感じ。女の子もね、可愛いんですよ。はい。どうすか？可愛くないですか？うん。これがね、まず二つ目の魅力。色ですね。はい、三つ目の魅力。それはね、この胸の色。ここですね。模様が違うんですよ。この子は、こういう模様。オレンジ系の感じの色ですよね。そしてね、こんな子もいるんですよ。違いますよね、模様が。これは面白いですよ。これはね、四つ星の魅力の三つ目ですね。模様が違う。これはね、メスになるとすごく顕著に出ます。はい、この子たちがメスですね。ちょっと見てほしいのは、まずこの子は、見てもらってわかるように茶色っぽい色をしている。これでも結構濃い方ですね。なんかメスはね、こんな色のメスもいるんですけど、まあ茶色い割には濃い方だと思います。とりあえずこれ、色を覚えとってください。これと、はい。今産卵セット組んで産卵させてるメスなんですけど、これ。この子はね、真っ黒。面白くないですか、これ。なんでこんなに色が違うんだっていうね。はい。茶色っぽい子と、真っ黒い子。これ面白いですよ。胸の色が違うっていうね。同じ四つ星なんですけど、これはおそらく遺伝じゃないかと思うんですよね。うん。黒いのがね、劣勢遺伝じゃないかっていう気がします。一応、うちで生まれてきてる子たちは、ほとんどがね、オレンジタイプなんですけど、中にね、
やっぱ黒い子たちの親からは黒いのが生まれるんですよ。うん。多分ね。多分なんですよ。多分この2匹から生まれたやつはオレンジ色の子たちが生まれると思います。そしてこの2匹。この子たちから生まれた子はおそらくは黒っぽい子が結構生まれてくるんじゃないかなと。うん。まあちょっと調べてみないとわからないんですけど、ひょっとしたら劣勢遺伝なのかなーって思ってます。黒い方がね。うん。これ面白いですよ。まあ人間だってね、色がですね、白い人から、まあ日本人みたいに黄色っぽい色の人、それからブラックの人たちいるじゃないですか。黒い人。結構いろいろなパターンあるんで、ちょっとね、面白いですね。四つ星もそんな感じで、色がね、だいたい2タイプに分かれる。オレンジか黒かっていうね。ここはね、すごく面白いと思うんですよ。どうだ？次はね、四つ目の魅力。これはね、面白いです。むちゃくちゃ早いんですよ。だいたい、卵が孵化してから、4ヶ月ぐらいしたら、成虫に早くはなりますね。半年以内にね、成虫になる子が多いと思う。そういう印象ですね。万歳！すっごい早いんですよね。なんで餌交換もね、ほとんどいりません。孵化してまず、自分の場合は 60ml の、60ml のプリンカップにまず入れて、でそこでまあ1ヶ月ぐらい。で、次にね、500ml のボトル。500ml のボトルに入れてね、まあ、4ヶ月か5ヶ月すれば、餌交換なしで羽化まで持っていけるんですよね。やったね！これ、今、さなぎになってる子ですね。はい。こんな感じで、さなぎになってますけど、こんな感じで 500ml のね、ボトルで全然いけます。で、取り出し。これはね、羽化はね、おそらく、7月の終わりか、8月の初めぐらいだと思います。でそっから取り出すのにちょっと時間かけちゃいまして、9月14日に取り出してボトルに入れたんですけど、もう今12月の26日、7日かな？なんで、もうこんなにね、なってると。もうほんと4ヶ月ぐらいでね、もうちょっとしたら、あれですよ、成長になります。すごく早いですね。掘り出すのは、だいたい羽化してから2週間ぐらいすれば掘り出せます。ただまあ1ヶ月ぐらいはね、余裕を持って掘り出した方が無難かなという気はしてるんですけどね。うん。で、掘り出してから、だいたい4ヶ月か5ヶ月ぐらいですかね。だから、羽化して半年ぐらいが休眠期間ですね。これも個体差がありまして、早い子はね、だいたい3ヶ月ぐらいしたら食べてる子もいますし、うん、そうじゃなくて、まあもっと長く、7ヶ月ぐらい休眠期があるような子もいたりして、まあ、ちょっとバラバラな感じがするんですけど。うん。だいたい半年ぐらいは休眠期があると。まあ、あとは、餌を食べ始めて、だいたいそうですね、2、3週間すれば成熟してると思うので、そっからまあ、産卵させていくわけですね。うん。まあ、産卵の方法については、他にも、たくさん動画上げてるんで、そっちを見てもらったらいいかなと、思います。だいたい1匹から、うまくいけばね、20頭ぐらいの幼虫が生まれてくる感じですね。うん。メス1匹からね。はい。まあ、これもちょっとばらつきがあって、たくさん生まれる産卵セットもあれば、まあほんと10匹とか5匹とかね、すごい少ない場合もあります。これはもう、個体差が結構ある感じですね。あ、そうそう、忘れてました。どれぐらいの期間ね、成虫でいられるのかっていう話ですね。うん。羽化してだいたい1年行けばどうかなっていうところですね。1年行く子もいればいない子もいる感じです。はい。これもね、やっぱ個体差があるの、あるんですよ。うん、まあなんで今1年ぐらいはね、楽しめるっていうところですね。休眠期も半年あるんで、まあそれの間に眺めるもよしですね。半年して餌食べ始めたら産卵セット組むのもよしですね。すごく楽しめるカブトムシくんです。
よろしく頼む。ちなみに出身地の方は南米のペルーになります。で、まあよくね、ワイルドの子じゃないと卵産まないような傾向があるみたいに聞くんですが、その辺はね、ちょっとね、まあ謎の部分多いんですけど、ちなみにうちは、CB で子供産ませてるんで、全然いけるんじゃなかろうかと思うんですよね。うん。ただやっぱりまあ個体差があるんで、ワイルドの方が、ひょっとしたら、向いてるのかもしれないとは思います。ただ、CB でも全然産むということですね。まあこれもやり方とかね、個体差にもよります。はい、このとても可愛いね、四つ星ひなかぶとを繁殖させてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またね、コメントなんかいただけたら嬉しいです。黒猫チャンネルの黒猫でした。今日はこれでお別れです。バイバイ。